24時間中張り付いて、こうやってやってるわけ。だからそれでカッと切れた人はまあおかしな態度になっちゃうわな、周りから見たらな。24時間中張り付いて交差点脇道ごとに車を流したと。それに対してまあ見張られてるとか張りつかれてるって感じた人はまあそのままフェスマークアームとつけといて、まあこういうふうに車流してライト使って、そういうライトの点滅やウインカーをこうやって繰り返して、目の前でわざとやって交差点ごとに、はい、フェスマークわざとだったらアームっとつけといて。こういうふうに必要に車、タクシー、業者をこうやって繰り返す。こういうふうに繰り返して頭おかしくさせて、その人が頭おかしくなって暴れたら、まあその時にはもう事件になってるから、まあ、警察に通報っていうやり方。これ他の障害者、精神疾患者にも何回も繰り返されたってことです。だから見守りパトロールとか防犯じゃなくて、わざと車を使った心理トリックで日常毎日毎日繰り返してストレスを与え続けて、切れやすいように心を作り返したってことです。車を使って交差点ごとにやってる。だから時間、その人の通る時間帯、その荒木がここにいたらとも分かってるから、交差点でタクシーやそういう車流してストレスになるようにライトの点滅やウインカーを繰り返して切れやすい状態を作ってたってことです。日頃から繰り返して、だから複数の人数で見守り防犯だってライト点滅繰り返すでしょ、交差点ごとに。それを毎日さえ続けたら、フェスマー君車わざとだったらアームっとつけといて、殺したらダメだよ。こういうふうに毎日毎日しつこく繰り返してタイミング測ってやってるのを、たまたまだ偶然だって、偶然じゃないし、ライトつけてる朝っぱらからね。だからそういうライトをつけたら確認しやすいじゃなくて、こういうふうに心理操作に使われたってこと。テレビ局側の人間たち、芸能人を擁護する人間たち、芸能人を擁護する人間たちが車使ってライトをしつこいくらいに何回も繰り返して暴れるように、暴れるまで、暴れるか自殺するまで繰り返したと。まあそういうこと。